こんにちは。今日は愛子内親王殿下の春というタイトルでお話しいたします。大学ご卒業からご就職と普段にない忙しさを経験なさった愛子内親王殿下、その合間には伊勢神宮ご参拝と地方でのご活動などあり、これまで思えばもう1年分お働きになられたのではと心配するほどでした。初めての園遊会、初めての伊勢神宮、昭和天皇陵参拝と、2年前に成年を迎えたはずの皇女の春は、速報と初めてが盛りだくさんでした。3月8日、日本赤十字社社長、副社長から進行を受けに、4月から同社へ入社すると発表があったのが1月22日、両親と同席し、未来の上司から進行を受けるとは、斬新といえば斬新ですが、臆面もないとも言えると思います。内定後なら愛子内親王殿下は控えられた方が良かったように感じました。これではどちらが上司か分かりません。社長らを迎える天皇ご一家ですが、皇后と愛子内親王殿下は相変わらずお辞儀が汚いです。お靴はかかと部分に隙間があると確認できます。サイズの合うものを用意していただけないのでしょう。進行を受けになるご表情は不安げで、こちらでもやはり何の話をされているのかお分かりでないように感じました。11日、東日本大震災の発生日にあたり、ご黙祷なさったと発表がありました。平成時代なら、被災者やその時免れはしたけれど、いつ地震が被災するかわからない人々にとって、とてもありがたく心強いものと受け止められていたでしょうが、令和のそれは、被災地に心を寄せているアピールにしか見えないのでいけません。平成7年、阪神・淡路大震災発生直後、閣議決定したことだからと、中東ご訪問なさったあの姿をどうしても思い出してしまいます。あのご両親に育てられた愛子内親王殿下に果たして慈愛や慈悲の精神が宿っているでしょうか。それがわかるのはこれからと申し上げたいところですが、ご単独で慰問などは難しいように思います。15日、人事異動者拝謁にご出席。カメラも記者もいない場所で、両陛下は宮内庁職員にどのように接しておいでなのでしょう。陛下はともかく雅子さまは尊大で、どちらが天皇かわからない態度をお示しなのではと邪推いたします。雅子さまの母道はかつて子は親の背中を見て育つと言いますから、いつも緊張感を持って子に接してきましたと言い放ったことがあります。緊張感を持って接した結果、上皇両陛下を毛嫌いし、何かと思いやってくださる紀子妃殿下に嫉妬心をたぎらせ、嫌がらせばかりする下びた女性が育ってしまったとするなら、愛子内親王殿下が心配でたまりません。どうかお母さんに引っ張られることなく、素直な女性として生き、愛してくれる誰かと出会い、ご降格くださいませと申し上げたいです。20日、学習院大学ご卒業。22日、ご卒業を報告するため宮中三殿でご参拝。宮内庁ホームページには記載はありますが、こちらは外部へ移動することはないため、事実かどうか確かめようがありません。虚偽記載はないと信じるほかありません。3月26日から27日ご参拝のため三重、奈良両県ご訪問。愛子内親王殿下伊勢神宮お成りを作成するとき、まだ不確かな情報と思っていましたので話題にしませんでしたが、愛子内親王殿下のもとに毛太郎弁当と元祖特選牛肉弁当が届けられたそうです。製造会社が近鉄宇治山田駅に届けたとのことでしたが、意外に感じたのは、地元企業であろうにこれから参拝に上がる皇族に牛肉をふんだんに使った弁当を差し入れたということ。それを受け取るのはいいのですが、愛子内親王殿下はご移動中の車中でお召し上がりになられたそうで、決済はホテルのシャワーで簡潔にお済ませだったのではとの噂が一気に信憑性を帯びてしまいました。皇族方のご参拝前、なぜ肉や酒を断つのかといえば、欲の塊である人間界に神様の大元へ上がる方が引っ張られてしまわないよう、少しでも身を清めるためとする見方もあるそうです。私は子供の頃、神様は血肉を嫌いになる。人間凡夫が神様の御元に寄せていただくのに、そのような匂いを漂わせるなど、決してあってはならないと教わりました。いずれにせよ、私たちのそれとは全く意味の違うご参拝をなさる皇族方。まして天皇家皇女が肉まみれの弁当を召し上がり、そのまま伊勢神宮に上がられたとするなら、参拝時、
愛子内親王殿下の後方にいらした皆様の表情が固かった理由が分かろうというものです。伊勢神宮大宮司は国浅鷹さん、金城陛下の鳩子です。宮内庁関係者が黒田清子さんと愛子内親王殿下の対面を期待したと一部記事になりましたが、そのようなことは起きませんでした。4月1日、日本赤十字社ご入社。報道では非常勤嘱託社員とされていましたが、いつの間にか常勤にクラスチェンジしています。10日、明治神宮ご参拝。11日、大学ご卒業と日本赤十字社ご入社を上皇両陛下に報告するため、仙洞御所をご訪問なさいます。これに先立ち10日、雅子さまのご実家家族が皇居を訪れ、祝膳を囲んだとのことでした。ご誕生の時、真っ先に愛子内親王殿下を抱いたのは小和田由美子さんだったと側聞します。雅子さまが機能不全に陥った平成時代、いっそのこと雅子さまともども小和田家に戻り、小和田愛子さんとして生きていかれればよろしいのにと考えていたことを思い出します。14日、東華学堂にて開催された令和6年春季雅楽演奏会をご鑑賞。お一人でのことでしたので心配いたしましたが、すぐそばにお付けの方が説明に上がられたようで、愛子内親王殿下はその方と親しげにお話しなさいます。トータルで1分41秒の動画なのですが、ご着席直後は明るいご様子でしたのに、動画終盤に差し掛かるとカメラを視認なさり、とてもおつらそうな表情を浮かべてしまわれます。撮影の間はしっかり振る舞いと指示が出されていたのでしょうか。講書始めで伊勢神宮ご参拝で見せた苦しそうなお子を思い出してしまいました。23日、園遊会ご出席。25日、武蔵野陵、武蔵野東陵にご参拝。高速道路での事故などの理由により、到着が1時間30分遅れたとアナウンス。理由は他にもあったようです。武蔵野陵ご参拝は10年ぶりとのこと。お母さんがあの体たらくなのだから仕方がないなどと考えません。陛下がお連れになればよろしいことでした。一説によると、妻子を毛嫌いする雅子様の影響とされていますが、妻子王である天皇がそんなものにひるむのなら、さっさとご上位くださいませと申し上げるだけです。愛子内親王殿下の参拝服は、やはり安っぽいお品で、腕回りはブカブカ。お母さんの玉串奉天を思い出してしまいました。親子揃って採寸がお出来にならないのでしょうか。参拝服が吊るしということは、絶対にないと思うのですが。27日、明治神宮ミュージアムを私的にご訪問。両陛下とともに、昭憲皇太后の大礼服をご覧になられたそうです。ご移動の車中は常に話題に上ります。天皇が座るシートが上座だと言い張る一部界隈。後部座席が上座なら、追突でもされたら上位にいる方から、さやかに見舞われることになりますね。実際両陛下のみご乗車でしたら、陛下はこちらのシートにおかけですし、お一人で外出なさる場合も後部座席におかけになるなどなさいません。ワンボックスカーの上座はこちらが正解です。つまり上座に皇后が、自席に皇女が座り、末席に天皇が収まるということです。昭和時代、平成時代、このようなありよう私たちは拝見したでしょうか。恐れを知らないとは、勇気ある若者にのみ有効な表現と感じます。5月2日から7日まで、栃木県御料牧場にてご静養。ゴールデンウィークの真っただ中に5日間も静養できるなど、公務依頼が殺到し、争奪戦が起き、皇室のキラーコンテンツと化した皇女には難しいことと思いきや、7日までしっかりお休みに。猛烈社員と名高いはずの愛子内親王殿下は、入社早々残業続きで大変な思いをなさっていると報じられました。昭和の終わり、外務省でタフネスマーちゃんと呼ばれたとされるあの方を彷彿とさせる記事に話しらみました。こちらについて、ひどい、愛子さまがかわいそうなど非難が相次ぎ、日本赤十字社に苦情の電話が殺到したそうです。業務に影響が出るほどの騒ぎとなったそうで、同社は残業の事実はないと報道のすべてを否定し、事態の沈静化を望んでいる様子でした。令和の現在、コロナの影響もあり、リモートワークや時短勤務が主流となっていますのに、いささか古すぎる知識と願望で愛子内親王殿下を凝り固まらせてしまうのは悪手であったと思います。現代の若者が猛烈社員を気取りたがるわけがありません。価値観がかなりずれていると感じました。
ところで気になりましたのは、ご一家帰郷の際、栃木から東京まで大変な警備体制を敷き、大渋滞を起こしたという事実です。X にかなりのポストがなされました。事故でも故障者が出たようでもないのに、この渋滞は何なの？天皇陛下が帰郷のため渋滞しているようです。何の表示もないからわからなかった。加須インターチェンジから久喜インターチェンジまで来たけど結局帰省。天皇帰郷のためらしい。何様天皇様。加須から久喜まですごい警察いた。これ栃木から東京までやってんのか。無駄金すぎだろ。天皇ご一家が批判にさらされるのは構いません。ご自分たちでなさったことです。真偽不明ですが、サービスエリアを貸し切り、一般客が締め出されたとのポストも散見されました。恐れるのは、天皇家がこの状態なら、秋篠宮家の皆様も同様になさっておられるという誤解が浸透してしまうことです。こういった傍若無人さを露呈するのは、平和の天皇家だけです。上皇両陛下も秋篠宮家の皆様も、このような暗さをみじんもお持ちになりません。愛子内親王殿下は入社1ヶ月で早速、親との旅行のため仕事をお休みに。特別扱いをやめてほしいと社長に直談判なさったそうですが、皇女の言う特別扱いと私たちが考える特別扱いには大変な開きがあるようです。5日間の旅行にどんなエピソードが溢れているのか、わかるとすればもう少し後だと思いますが、特に知りたいとも思いません。知ったところで、またこんなことやったんだと呆れてしまうだけだからです。11日、国立公文書館で開催された夢見る光源氏公文書館で平安文学斜め読みをご覧に。専門的な質問を交えながら1時間ご滞在とのことでしたが、職員から何やら説明を受ける最中も、造形が深いとするには少々物足りないご表情を浮かべているように見えますし、近くですからシュッと来れますとお話になった割に、訪問は初めてとのことで、何から何まで無理やりでも擁護しなければならない、やんごとなきお方への扱いには、太古の昔から現代まで周囲は不信してきたのだろうと思わずにいられません。ただ、メディアが同じ姿勢を取ることは違うと思います。事実をすべてつまびらかにする必要はありませんが、例えば愛子内親王殿下が職員に疑問を投じたとして、それを専門的な質問も交えなど、くだらない言説に頼るのではなく、楽しそうにご覧でしたと、シンプルにまとめるなどを配慮とすれば、いくらかスマートに収まりますのに、あえての賛辞はかえって愛子内親王殿下の負担となってしまわないか心配になります。中世の和歌に造形が深いとしながら、無邪気なご質問を放ってしまわれる皇女が、古月賞と紀元賞に言及なさるとは到底思いません。源氏物語の注釈書と聞き、パッと古月賞が出てくるということは大変勉強されていると職員は感じたそうですが、私にはいつもの仕込みにしか見えませんでした。知識は修士大学院生以上のものを持ち、これが言いたかっただけだと思われます。かなり勉強している人が注釈書としての根拠は確かなのか、どのくらいの歳月をかけて書かれたものなのかなど、どうたりしませんでしょう。本当にお出来になる方なら、学習院を離さなかったでしょうし、両陛下はさらなる高みを目指させたでしょう。これ以上面倒見きれませんと学習院に最後中長を渡され、両陛下ともに何のつても持たないため、日本赤十字社に入社させざるを得なかった。愛子内親王殿下を知る人なら誰しもが想像したことと思います。何も専門的な質問ができなくとも、そのままの皇女を大切にして差し上げられる人は周囲に一人もいないのでしょうか。天皇がお隠れになったら、愛子様はとても苦しいお立場に立たれるね。ある方の言葉をふと思い出します。13日、御所にて日本赤十字社社長、同副社長から全国赤十字大会及び昨年1年間の活動状況について説明を受けられます。入社後ですのに天皇皇后と同席して社長から説明を受けるのはやはりナンセンスと申し上げたいです。こちらへの同席は控えるべきではなかったでしょうか。赤十字大会に愛子内親王殿下もご出席と一部で報じられましたが、会場で内親王の姿を見た人は誰もおらず、記者も見ていないとしながら出席したと報じる何とも不思議な現象はこの2日後に起きました。19日、皇居神殿にて五亀山天皇600年式年祭の儀にご出席。21日、御所にて人事異動者拝謁を受けに。29日、
キオイホールにて開催されたビオラスペース2024ボリューム32アメリカンドリームコンサート2プリムローズ生誕120年記念をご覧に。こちらは本来陛下ご単独での鑑賞予定だったそうですが、急遽皇后と愛子内親王殿下も同席なさったそうです。担当者や警備について全く配慮がないのはいつものことですが、それを当たり前のように享受なさる姿に屈服しがたいものを感じるのもいつものことです。19時開演予定のコンサート会場に18時59分ご到着になられたそうです。開演のアナウンスがされ、ブザーが鳴り、照明が落とされ、観客が気持ちを高揚させるまさにその瞬間、会場に到着なさりご入場。楽しみにしていた皆さん、待ちぼうけを食らってしまいました。ご一家が入場なさったら起立の上拍手でお迎えくださいと事前アナウンスがあったのでしょうが、皆さんとても渋いご表情でご一家を眺めておいでです。仕方なく立ち上がる人、ただ眺めるだけの人、様々いる中、雅子さまは輝く笑顔です。愛子内親王殿下も楽しそうですね。今回は愛子内親王殿下が中央におかけになられ、陛下はますます下座へ押しやられているようで痛ましく思います。このコンサートは休憩時間中、愛子内親王殿下はご退席なさり、お帰りは両陛下のみ。お二人でしたら車中、このようにおかけになるようです。3月から5月まで報道を軸に愛子内親王殿下のあれこれをまとめてみましたが、本来の意味でもご公務らしいものは皆無。猛烈社員と誉れ高かった新入社員は入社早々なんだかんだと欠勤するようになり、ゴールデンウィーク以降出社なさった様子はありません。会社勤務と公務と忙しくなる、公務依頼が殺到するとマスコミは騒ぎましたが、蓋を開けてみたらそのようなものは見当たらず、国民の9割が即位を望んでいるらしい愛子内親王殿下の卒業と就職を記念したムック本が5月15日2冊発売されました。こちらは発売翌日のランキングです。気の毒な数字が並んでいます。今日現在のものを確認しましたが、不憫すぎてアップすることをはばかります。オリコンチャートでは2冊のうち1冊がランキング入りしていましたが、推定売上部数は880部。PTA 広報誌にも劣る数字に何を思ったわけでもありませんが、それぞれ1冊ずつ購入いたしました。これまで特筆するようなお出ましはほとんどなかったため、見どころがあるとは言えない仕上がりなのは仕方がないと思います。初見の画像はどちらにもありませんでした。改めて国民の9割がと騒ぎ立てる人々は薄情なことを好めないと実感いたしました。6月に入りました。すでに開店休業状態の愛子内親王殿下は現在、ギリシャを公式ご訪問なさった過去内親王殿下のようなお働きを期待されています。今回のギリシャご訪問については後日改めて動画にいたしますが、報道で知る限りとはいえ、過去内親王殿下の大変なお働きぶりに感服するばかりです。微笑みのプリンセスはギリシャ国民の心もわしづかみにし帰国なさいました。海外ご訪問は愛子内親王殿下の実を知らしめるにいい機会となりそうですが、それはすなわち国辱行為、もろ手を挙げてお見送りとは参りません。猛烈だの公務依頼殺到だのそんなことより何より、愛子内親王殿下に見合うご生活をゆっくり送っていただきたいと心から願っております。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。